もしれないわけですが、本命の池をやっていきましょうかね。今熱っぽさどんな感じです？いや、熱はない。熱っぽい感じではあります？で、1、1をやっていきます。今、親指。寝冷えで、まあ、どっちかなんですよね。寝冷えっていうのは意外とあの交感神経も副交感神経もあのその人の体調によってどっちかをあの異常興奮させる可能性がありますから、熱がこう高く出てきてるんだったらもう交感神経ですよね。でも微熱でなんかポワンポワンしてるだけっていうふうなんだったら交感神経かもしれませんから、そこはちょっと熱の出方とかですね、あと体調、食欲とかですね。で、一番の2個目どんな感じですか？どんな感じです？あ、楽になったよって言います。気はしますけど、奥の方が痛いね。あの最後に100位をやりたい。今度反対の手やりましょう。はい、こっちをやっていいですね。真ん中の痛みですから、100A がもしかしたら効くんじゃないかなっていうのも最初からあるわけですけど、いきなり 100A やってしまうと、それこそもう痛みが軽くなって、僕は何やってもよくわからないっていうこともなきにしもあらずです。それと同時にですね、交感神経の抑制が 100A で効いた場合には、それもわからなくなりますから、ちょっと 100A はやっぱ最後に残しておいた方がいいような気がしますよね。仕上げ的な意味でですね。どんな感じです？少しいい感じです、はいはい、さてと、どっちでしょうね。交感神経なのか副交感神経なのか。痰は絡みます？どんな感じの痰です？ゆたっとしたような感じです。出した感じが黄色い痰です。白い痰、白っぽい痰が出てる状態はアレルギーですから、これが黄色い痰に変わることもあります。そうすると今度は交感神経ですから、白い痰が出てる時には交感神経を抑える薬量を調べてみましょう。これはもう自律神経の今治療に、まあ、なったわけですよね。どっちをやるか、H6F4 って言って交感神経を抑える方をやるのか、 H5F5 手足の薬指ですね、それをやった方がいいのか、風邪もですね、交感神経の風と副交感神経の風とあるというふうに思っています。ちょっと唾飲み込んでみてください。どんな感じです？なぜこの片方だけでやったかというと、これで唾飲み込んだら痛くなった、ひどくなったという場合には間違えてるわけですから、薬指じゃなくて人差し指を、治療しなきゃいけない、 H の6を治療しなきゃいけないということになるんですけど、これで良くなったっていうのは副交感神経を抑えた、いわゆるアレルギーの風邪ですよね。アレルギー的な風邪で、今の喉の状態は出てるわけですから、間違いがないわけですから、手の薬指と、まあ、できたら足の薬指もやってもいいのかもしれないですね。で、右の肩こり、はい、で白い痰だったら、そうですね、白い痰の場合は、まあ、アレルギーと思って黄色い痰が出てくるというと、今度は交感神経ですね。はい、つば飲み込んだ感じどんなです？いいみたいです、はい。ついでですから肩こりの右の肩こりもありますから、F5 の、治療をやってみましょうかね。
どうしてか。でも肩こりによってその扁桃腺の辛さがひどくなっていることも考えられなくはないですよ、ね。まあ治療してた。で最後に百余を、調べて仕上げにしてしまおう。はい。つば飲み込んでください。楽になりました。はい、もうおまけで反対側もやってみましょうかね。反対側やらなかったじゃないかって後で言われそうな気がしますから、ね、それじゃあ治療代払ってください。治療代払って友情できてください、ね、そんな金払わないといけないから自分でやりますって言うから、ね、ああどうぞ自分でやってください。慣れてくると大体このくらいの速さ、時計のカッチンカッチンとかですね、なんかとだんだん競争するようになります。だったらもう30秒、1分かからずに、片方が、はい、深呼吸して、つば飲み込んでください。大丈夫ですね、はい、起きてください。じゃあこっち腰掛けましょうかね。それで最後に、百余を治療します。で今もう一回またつば飲み込んでもらって、この感じを覚えておいてもらって、で耳と耳からまっすぐ上がった線で鼻からこう上がった線ですよね。でこの辺が頭のてっぺんですから、ちょっと押さえてみましょうか。どっか痛いところあります？痛いです。こっちはこれちょっと違う、こっちの方が痛いです。で、ここ行ってみますかね。この真ん中からですね。で、ちょん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 。10回でも20回でもいいからですね。刺すのはそんなに痛くないんです。あ、そうですか。あ、私は痛い。患者さん痛いかもしれません。いいんです、それ。患者さんはですね、ここで一瞬痛いよりも、後で良くなる方がいいわけですから、変に手加減してですね、5個にしようかとかですね、10個にしようかとか言うんじゃなくて、もうそう思うんだったらですね、20個ぐらい刺しとけばいいんですよ。で、1回これでつま飲み込んでもらって、まだかなって言ったらもう1回、はい、つま飲み込んでください。どんな感じですか？大丈夫です。まだちょっと足りないところないですか？ちょっとまだ。ちょっとこっちがね。これで色が違う。顔がね。微信になります。いい声。穏やかな声。正面からお母さんから微信に当たってきますけど、間違いない。最初は間違いない。人によります。で、肩こりってのはどんどん痛くですね。痛い方があったら、100円がありましたでしょ。で、その左側に、そうですね。これだったら、まあ、2、3センチぐらい横を、こう。そうですね。真ん中やったらね。でも、まあ、補佐的な、補助的な意味で、こっちをやってみる。そしたら、こっち側の肩こりとか、喉の痛みとか、左側の方やったら、左側の症状が少し軽くなるとか、ならなくてもいいんですよ。軽くなりますからって言ってやるとダメですけどね。黙ってやってどうですかって聞いて、あ、いや、良くなったって言われれば、やっぱりな、もうじゃない。よいしょ。で、もう一回、ツバ飲み込んで。よくなりました。ずっと顔よ